こんにちは、柴戸でーす。今日はいつも使っているこの Zoom MS50G の増設アタッチメントを購入しましたので、それを取り付けていきたいと思います。まあ、増設アタッチメントとは何ぞやっていう感じなんですが、 Zoom の MS50G ってフットでは踏めないんですよ。スイッチがどうしても手で動かさなければいけないんですけれども、その増設アタッチメントをつけることによって足でスイッチを踏めるようになると、両サイドのスイッチを足で踏めるようになると、エフェクトの切り替えでオンオフはここのボタンでできるんで、エフェクトの切り替えができるようになってくるっていうところで非常に便利になりますね。で、もともと僕持ってたんですけれども、それが結構ですね、音がカチャカチャ言ったり、あとギグバックに入れてるとちょっと取れたりしてたんで、ちょっと外してはいたんですが、今回小型のゴム式のアタッチメントが発売されていたので、メルカリで購入いたしました。で、中身がですね、こちらになります。このゴム。このゴムを、ここに取り付けたら、ゴムで浮くじゃないですか。で、足で押せるようになるという感じなんですけれども、ちゃんと足で押せるかどうかっていうのも確かめたいと思います。ではこれから取り付けます。はい、購入した中身はですね、こちらゴムが半月のやつが3つ、で丸3つで、ご丁寧にですね説明書があります。で、まあ、こんな風に貼れば OK っていう感じですね。なので、あ、これ1個は予備なんだな。1個は予備ですね。これ両面テープになってるんだよね。両面テープになってて貼るだけなんですよね。では早速貼っていきましょうか。ここです。ここに貼るんですが、半月を最初貼って、これを貼りますね。お、結構粘着力があるね。うん、もう一個いきます。お、しっかりとくっつきますね。お、簡単には取れなそうな感じですね。ほう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 。お、見えます？ちょっとこれ黒同士で分かりづらいですけど、で、この上に丸を貼っていくと、丸を貼ると、これだけですよ。完了ですよ。おお、これは邪魔になんないな。いいですね、いいですね。強度的にはまあどうなのかな。ちょっと一回やってみましょうかね。足で踏めるかどうかやってみたいと思います。では足で踏めるかどうかやってみますね。おうおうおう、あ、まあまあそうですね。よし、歪ませようと。歪ませよう。というふうな感じで、まあまあ踏めますね。ちょっとやっぱこう右足でこっち側踏むのは結構難しいですね。こっちは左で踏んだ方がいいのかな。B さんとかだったらやりやすいかもしれないですけど、ちょっと厚手のブーツとか、そこの厚いスニーカーとかでも割と難しいかもしれないですね。まあこんな感じなんですかね。とい
という感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ足で踏んだ感じ、まあ、右利きの人は右足で踏むと思うんですけど、こっち側がやっぱりちょっと踏みづらくはあるんですけれども、まあ邪魔にならないんで、これつけてていいんじゃないかなっていう感じですね。以前使ってた増設スイッチはこうカランカランとかカシャカシャとかですね、なるんで、ちょっと、まあ、邪魔な部分も感じてはいたんですけど、これだと、まあ、邪魔にはなんないんで、つけといてもいいかなと。まあ踏むのは若干難しくはありますね。ライブの時にガシガシガシとかっていう感じで踏めないですけど、ちょっと慎重にこう弾きながらやる感じになっちゃうんで、若干あいつ何やってんだ的な雰囲気出るかもしれないですけど、まあないよりは全然あった方がいいので、つけといていいかなと思いました。メルカリでですね販売しております。あ、僕が売ってるわけじゃないですよ。どなたかが自作して販売しているので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you.